それじゃあこの単元東南アジアについてオセアニアの国々も確認していきたいと思いますオセアニアってどこになるかっていうとまず大きいのはこのオーストラリアやねそして島国この色をつけてあるところとここにちっちゃい国もありますとかいろんな国の領土もあったりしますこの地域を全てひっくるめてオセアニアというわけやねちょっと書いとこうかオセアニアになってきますよと でここではまあ小さい国もたくさんあってすべてを確認することはできないので大きい国として三つそしてこれから中心に紹介していくオーストラリアの地形と気候これをもう一気に確認してみたいと思いますまずはこの色をつけている国二つとそしてオーストラリアもう名前言っちゃってるけど国名を確認していきましょうまあまずはここにあるのはオーストラリアね今言った通りです オーストラリアという国があります。唯一6つの大陸の中で大陸イコール国になっているとかやね一つの国で一つの大陸を作っていますそれじゃあこのオーストラリアの首都ってどこになるやろ知ってるかなこれよく引っかかるのがシドニーって言っちゃうんです有名なオペラハウスという建物もあってちょっと見てみようか これはオペラハウスという建物です。この建物があるのがシドニーやねんけど、実はシドニーがオーストラリアの首都ではないんです。シドニーはオーストラリアの最大の都市ではあるんやけど、首都はそこからもう少し南の方に行った、ここです。キャンベラというのが実はオーストラリアの首都になってきます。こっちらがシドニーやね。ちなみに2番目に大きい都市もキャンベラじゃなくて、1番目はシドニーやねんけど、 2番目に大きい年はメルボルンという年になっています間違いやすいのでちょっと気をつけるようにしてください最大の年はシドニーで首都っていうのはキャンベラになっていますでこのキャンベラの面白いところは一番大きい年ではないんやけど計画都市と呼ばれる年になってるわけねこれはどういうことかっていうと普通町とか都市って 時間をかけてだん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 大きくなって作られてくるものやねな例えば東京やったら明治以降ここを首都にしますよと決めてまそこから国のいろんな施設ができて鉄道が通っていろんな会社が集まってっていうふうにだんだん追加されるような形で首都東京というのが出来上がりましたただこのキャンベラっていうのはこういう都市づくりをしようこういう街づくりをしようっていうのも決めてしまってから作られたそういうふうな えそういう風にできた都市のことを計画都市というんやけどそういう作られ方をしたのがこのキャンベラなんですまあちょっと一番大きい都市じゃないのは残念やねんけど面白い都市ではあるんやねオーストラリアの首都ですそしたら次ちょっと長々と話してしまったけどあとこの2つの国はね名前わかるかなこっちらの方がまだ聞いたことがあるんじゃないかなと思います北海道と本州ではありません これはニュージーランドという国やね。まあ聞いたことがある人もいると思います。ラグビーとかは強いところやね。あと、こっちはね。ここを覚えときましょう。ここ、東南アジアなんじゃないんと思うかもしれんけど、違うんです。ここはパプはニューギニアと呼ばれる国です。まあもうこのパプはニューギニアこっちらに渡っちゃったら、これも インドネシアなわけね。すぐ東南アジアになってきます。インドネシア上があって、マレーシア上があって、フィリピンです。なので、パプアニューギニア、オセアニアに地理的には分類されるんやけど、実は前に紹介した ASEAN アアに入りたがってるんです。でも、東南アジアの国からすると、いや、君ちょっと東南アジアちゃうやろっていうところで、なかなか参加することができない。そういうふうな国になっています。ちょっと微妙な位置にあるわけね。 そしてこの3つの大き,いまま大きい国とそれ以外の小さな島国からこのオセアニアというのはできていますよとそしたらこれから中心に話をしていくオーストラリアの地形これを見ていこうかといってもこの3つの印をつけたところだけやねんけどこの3つを確認していく前にざっくりオーストラリアの地形を言ってしまうとオーストラリアって実はかなり砂漠が多い国になるわけやね え、ここら辺、大体、ちょっと青で描こうか。こういう形で、沿岸部以外は、ほとんどが、まあ砂漠とか、気候でやったようなステップの地形になっています。今、青で書んだここら辺。海じゃないです。これ、ほとんど、まあ、これらちょっと山脈になるんやけど、え、砂漠になってきています。そして、それ以外の部分が、もっととけな。それ以外の部分が、 平地になっている感じやな。なのでほとんどが砂漠になっています。だから都市、大きい都市もシドニーもキャンベラもさっき言ったメルボルンっていうのもほとんどが海岸のところにあるわけです。ただ唯一このオーストラリアの真ん中で砂漠になっていないのがここにある盆地なんです。グレートアーテジアン盆地という盆地がここには広がっています。グレートアーテジアン盆地です。 ま漢字で大賛成盆地としてもいいんやけどちょっと漢字が難しいのでグレートアーテジアン盆地で覚えといた方がいいかなと思いますそしてこのオーストラリアの東側海岸に沿うようにしてあるのがグレートディバイディング山脈ですグレートディバイディング山脈ですよとなんかこう何でもかんでもグレートつけてちょっとかっこ悪いよねまあそうなん言ったらあかんけどグレートディバイディング 山脈です。えそしたらここの青の部分は何かっていうとこれもやっぱりグレートついてきますえ、青やから川かなと思いきやここにはサンゴ礁世界で一番大きなサンゴ礁があるんですまたグレートがついてグレートバリアリーフという世界最大のサンゴ礁世界遺産にもなっているサンゴ礁が 広がっていますこれはちょっとめちゃくちゃきれいなのでぜひ写真で見ておきましょうこんな感じでねここはさっきの海岸線の部分でこれは全部サンゴ礁になっていますよと観光地としても有名ですスキューバダイビングとかができてこれ亀まあ追っかけられるか分からへんけど亀が見れたりいろんなきれいな魚とかサンゴ礁が見れたりそういうとこになってます そして最後、気候、オーストラリアの気候だけ確認しときましょう。今、地形をこうやって確認したわけやねんけど、気候もそんな難しくないです。なんでかというと、東南アジアでやったよね。ここら辺にちょうど赤道が通っていますよと。赤道が通ってますよと。 そうなってくるとこのパプアニューギニアとかはもう熱帯になってくるんですえ、そしてオーストラリアもこの北部の方北部のあたりっていうのは熱帯まあその中でも熱帯雨林まではいかないんやけどサバナ気候の熱帯になってきますよとまあ赤道が近いからそうなるよね雨季と寒気があるサバナ気候に そしてさっき説明したとおりこれは砂漠になってくるのでオーストラリアの中心部のほとんどは乾燥帯の気候になってきますこれちょっと青で書いておこう乾燥帯になってきますよとそして残りの海岸線の部分海岸に沿うようにしてある平地の部分っていうのが温帯になってくるんですなのでこのシドニーとかキャンベラも温帯になってくるよねしかも地域によって 日本と同じ温暖湿潤気候とか地中海性気候や西岸海洋性気候に分かれるような形で温帯の地域が散らばっています。